クリスティアン・パスクアートは、イタリア・ベネト州パドバ出身で、AS グッピオ1910所属のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2003年に、ユベントス FC の下部組織に入団。2007年には、スーペル・コッパ・プリマベーラ決勝戦のインテルナチオナーレ・ミラノ戦で、フリーキックを含むにゴールを決め、チームの優勝に貢献する。 2007から08シーズンの最終節、5月11日のカルチョカターニア戦でセリエデビュー。2008年8月24日、セリエ B のエンポリー FC へローン移籍することが公式に発表された。2008から09シーズンはエンポリーで36試合に出場し2ゴールを記録。契約が1年に延長され、翌シーズンもエンポリーに在籍していたが、 2010年1月の冬の遺跡市場で US トリエスティナイローン遺跡。同シーズンが終わり一旦ユベントスへ復帰した。新監督のルイジデルネイリの下でサイドハーフとしてテストされるが激しいポジション争いに勝ち残ることができず、セリエ B のモデナ FC へのローン遺跡が決まった。2010から11シーズンは8月22日の開幕戦のピアチェンツァカルチョ戦で、 後半のロスタイムに決勝点となる FK を決め、チームを1から0の勝利に導く。続く、翌週の第2節、アウェイのアスコニカルチョ戦でも同点ゴールを決め、最先のいいスタートを切る。第4節のトリエスティーナ戦でも2ゴールするなど、校長を維持し、シーズン合計9ゴールを記録した。2011から12シーズンは、 セリエ A の US レッチェへ、ローン移籍したが契約を解除。2012年1月、トリノ FC に移籍。2012年6月、ユベントスが、クワド・アサモアとマウリ・シオイスラを獲得する条件の一部として、ウディネーゼ・カルチョへ、共同保有権が譲渡される。2012から13シーズンは、ボローニャ・ FC へ、ローン移籍。2013から14シーズンは、カルチョ・パドバへ、 ローン移籍。2014年9月1日には、デルフィーノ・ペスカーラ1936へ、翌年8月31日には、a s リボルノカルチョへ、ローンで加入した。2016年2月1日、再び、ペスカーラに期限付き移籍することが決定した。2016から17シーズンは、ロシアプレミアリーグのクリリア・ソベトフィサマーラでプレーする。 ことが発表され初の国外挑戦となった。2017年7月、ポーランドのレギア・ワルシャワへの加入が発表された。契約期間は2年半で1年の契約延長オプション付きとなっている。2019年10月21日、ACD ・カンポタル生後に加入した。2020年8月21日、a a グッピを1910に加入した。 U-15 から U-21 まで各世代の代表チームに招集されており、U-21 イタリア代表では2009年3月25日の U-21 オーストリア代表との親善試合にてデビューを果たした。ありがとうございます。